って変わります。あ、まあ、今日は遅れてないですか。まあ、祝日でだから怖いじゃないですか。あ、そうか。少ない上に待ってたら、この前4本見送ったもん。でも、GoTo 禁止だよね。でもやってんじゃん。ほほほほ。あかねさんが大阪から東京にやってきました。あかねさんの日常を赤裸々に伺える貴重な経験になると思います。今川川さんからは テレパシーって言われました。これは指点字といって、あの点字が6個の点でできているので、それを指を6本使って点字を打っています。はい、赤根です。4時を過ぎてから奥井さんに10分ぐらい喋ってと言われたのでびっくりして、何にも書き換えてないので、じゃあ好きな食べ物ぐらいから緩いところからいかがですか。今日はおにぎり食べました。お昼ご飯に新幹線の中で昆布と梅干し。聞こえないから人とのコミュニケーションに時間がかかる。見えないから周りの人が何をしているかやそこら辺の広告の文字がわからない。エレベーターの点検があること知らないので降りれなくなっちゃったとか登れなくなっちゃったとか情報が取れないこと、いろんなことの組み合わせで難しさが倍増していく。時々楽しいことがあるから明日も頑張ろうかって感じになるんです。普段はグループホームで集団生活をしているので、その集団に合わせるようにってなっているところで少し難しさがあります。お風呂行けない、ご飯食べれない、いろいろあります。で、死なないように生きることなんです。まあそんな感じで楽しいことをたくさん見つけられたらいいなと思うし、今の生活を少しずつマシにしたらできる方法があったらいいなとも思います。時々思うことは、取り残されるのが障害者だけでもないし、不便を感じるのが障害者だけでもないから、みんながいろんな人と関わって
その中に私もいるし他の人もいるしっていう、この車椅子で出ても二度見されない社会だからいいなというところで、大勢の中の一人として参加ができるように、これから変わっていくことを期待しています。